こよみよこよみ。どうもです、つくもやよ。ほなまあざっくり今日のこよみ言うていこか。立冬、冬の始まる頃。電車、天がすべてを許す日言うて言われとるけんども、調子こきすぎて悪いことせんように気ぃつけてな。六曜は大安、大いに安し万事安らかにことが運ぶ。今日の絵とは木の絵ね、木の絵が陽の木ね、ネズミが陽の水やから、これから音読五行読むと木は水に養われるいうことで、創生、物事が順調に進むゆけや。まあざっくり暦の注釈言うていったけど、これらを踏まえてどう過ごすかはあんたさん次第よ。ゆるゆるとえひになるとええね。ほなまたね。